はい、こんにちは、幸先生です。今日から人物の描き方、顔の描き方についてフォーカスしていくんですが、今日は目をやります。で、目の描き方なんですけど、皆さん目ってこう鏡でご覧になって、まぶた、上まぶたは上から下に閉じますよね。ただ下まぶたって、まあ、結構笑ったりして笑うとこう上がります、上がる印象はあるんですけど、まあ、そうじゃない限りはあんまり位置が変わらないと思います。なので空いてる目を描くときって、この上まぶたのこうアーチ、この上まぶたのこのこういう形ですね、そこから描いていけば位置が決めやすいので、今日はその目の、位置について動画でご覧ください。それではスタート。大人の顔と子どもの顔で、何がポイントになってくるかっていうのをお話ししていきたいと思います。大人の顔、子どもの顔って一発で見てわかるポイントとして、2つ。まず大人の方が全体に大きさが大きいです。子供の方が二回りぐらい小さいです。実際に、自分とお父さん比べてみたりするとわかると思うんですけど、なので大げさにちょっと大きめ小さめって今書いてみました。で、一番大事なのは目の位置です。目の位置が、中心線に対して、こう半分ぐらいに線引いた、このちょうど半分、大げさに言うと半分からちょっと下、こうやって下目に描くと、幼い印象になります。で、半分が、ちょうど耳の中心ぐらいっていうふうに考えて、そこよりやや上側に描くと、大人っぽくなります。この位置関係をよく覚えておいてください。実際に幸先生も中学高校大学って、だんだん大人のになってくるにつれ、だんだん顔が伸びていくなって自分でも感じました。大人になるとちょっと顔が伸びて目が上の方に行くなっていうのは実際に感じたところで、でそれが、気のせいじゃなくてやっぱり大人の特徴なんですね。で、眉毛とかは別に、濃い子もいれば薄い子もいるんですけど、赤ちゃんの場合はかなり薄いですね。赤ちゃん大きくなるにつれてちょっと濃くなるので、目の大きさがほらそんなに変わらなくても、目が上にあるとちょっと老けてるというか大人っぽいな、目が、顔のちょうど真ん中辺に来る、真ん中辺あるいはちょっと下ぐらいに来ると、幼い印象になるなっていうのがあります。ポイントとして覚えてみて試してみてくださいね。はい、いかがでしたか。目の位置で
子供っぽい、大人っぽいって、変えることができるのびっくりだったんじゃないでしょうか。皆さんも鉛筆で構わないので、鉛筆で紙に、落書きしてみたりして試してみてくださいね。この動画良かったなと思った方はグッドボタン、高評価お願いします。チャンネル登録もして、これからも人物の簡単なコツをたくさんゲットしていきましょう。それではまたねー。